集合バンドが入ったりですね、あっちの方でやってる東京ジャズのメンバーが流れてきたりして一緒にやってましたけど、これからもうじきステージ上に、吉垣康弘ナッジナッジのチームが上がってきます。でこのフェスティバル今日は8時くらいまでやりますけども、順番は、オーケストラナッジナッジ、次が徳丸修吾のプロジェクト、その次があれ俺合ってるかな合ってるよね、フレッド・フリス、そして最後が原田一子、石井真嗣ってなります。それで、どのセットも大体1時間45分から1時間弱くらいで、合間は後ろで飲み物とか食べ物売ってますので、ぜひぜひくつろぎつつ、あと一番後ろの方に、竹筒細工で作る、ワークショップやってますので、一応子供向けですけども、自分は子供だなと思う大人の人はやってもいいそうですので、それで竹筒で、後々参加してくれても大丈夫だと思います。うるさくない程度に。で、あと今日は、何を忘れちゃった、熱中症気をつけてください。飲み物とか飲んで、熱中症に気をつけてください。音が出てない。じゃあセンターで喋るってどれ、ギター部のマイクなんですかこれ。どれで、これがギター部のマイクじゃない。これで聞こえる？すいません。アンサンブルズ東京2016始まりました。よろしくお願いします。司会進行を務めます本友義秀です。今パレードしたのは後ろにいる吉垣康弘＆オルケストラナッジナッジのメンバープラスアルファです。拍手。今セッティングしてる間に今日のスケジュール大体見ます。ツイッターとかでガンガンつぶやいて人集めてください。一発目が吉垣康弘＆オルケストラナッジナッジ、どのグループも、これから出る全部のグループは一般の人たちとワークショップを組んでやったグループです。なので、普段他でやってることとは全然違うことをやります。2つ目は徳丸修吾のグループが親子、子供たちと、それからお父さんお母さんたちと一緒に作ったワークショップ、そして3つ目が、フレッド・グリス、久々に来日しました、オルタナティブ音楽界のもう神です。フレッド・フリスがいろんな人たちとワークショップしました。僕も一メンバーとしてワークショップ生徒として入っております。そして、4つ目が石井真嗣&原田一子フロムクランボンのセットで、これも子供や大人たちと一緒に、ワークショップをやって作り上げました。ここにも私がギターで入ってますけども、という以上4つのセットです。でそれ以外にも会場の奥の方で竹を作るワークショップをやってたり、あと今日この敷かれてる大風呂敷がですね、プロジェクト福島という人たちが作った大風呂敷なので、そのプロジェクト福島ブースも後ろの方にあります。食べ物とかもいっぱいあるので、食べたり飲んだりしながらその辺のブースも覗きつつ、一日くつろいでてくれればと思います。8時くらいまでやってます。写真全然ウェルカム、それから映像を撮ってアップするのもウェルカムです。ガンガンアップしてガンガン煽ってください。ということでよろしくお願いします。じゃあ一発目は吉垣康弘さんとオルケスト